皆さんこんにちはこの度辰森愛を演じさせていただくことになりました伊勢マリアです、えー、私演じる辰森ちゃんはですねクラスの副院長ということですごく勉強熱心で真面目なポニーテールがトレードマークの女の子です。えー、初めて原作を読んだ時は なんかこう10代のすごくこうみずみずしい感性だったりなんかこう思春期特有の恥ずかしさとか憧れとか秘密事と,とかそういったものがすごくこう漫画にしっかり表現されていて、えー、読んだ時はすごく感動しました、えー、きっとその感動が、えー、あのアニメになってもきっと皆さんにもお伝えできるんじゃないかなと思っていますのでぜひともアニメの方も楽しみにしていてくださると嬉しいです。以上伊勢マリアでした